皆さんこんにちは、メザワザワです。よろしくお願いします。君はさ、動画が回ってものんきに携帯なんぞいじってるやんか。はでもさ、たまにさ、うん、YouTuber がさ、うん、今、緊急で動画回してるんですけどって言うやん。はい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 。 YouTuber に緊急で動画回さないかんことなんかないから。まあ、ないでしょうね。で、それの後、何喋るのかなと思ったら、うん、この撮影行ってきました、この案件で、誰々さんが来てますみたいな、いや、呼んでろやん。しっかり打ち合わせの後やんみたいな。しっかり準備してるやん。緊急ちゃうやん。っていう前やった重大発表に続くアンチテーゼですよ、うんうん、YouTuber に緊急で動画回さないかん時なんかないねん。ない。そんな社会的必要性がある時間なんかない。ということで、今緊急で動画回してますっていうのを、こんな時に回してたら緊急やんなっていうタイミングで回すっていう勝負をしよう。おお、勝負。3本勝負や。はいはいはい。だから1カットずつ1個ずつ見せてって、うん、どっちが緊急、より緊急っぽかったか勝負しよう。はい。だから今からちょっと自分が考える、こんな時回ってたら緊急やんなっていうやつを取って、はいはい、3本勝負でやろう。はい。じゃあまず1本目、はい、1本目取ってみましょう。はい。じゃあ1本目こちら。あ、今ちょっと緊急で動画回してるんですけど、めっちゃしょんべん言いたいんですけど、今立ち上がったらもうちょっと出ちゃいそうで、動くかどうかを迷ってるところなんですよね。でそれをちょっとどうするかっていうのは考えつつなんですけど、ちょっとどうしようかなって考えてるところなんですよね。どうしようかな。はい、今ちょっと緊急で動画回してるんですけど、わりかし結構緊急、折り方がわからなくなって本当にわりかし緊急なんですけど、なんとかしてもらえないですかね。なんとかしてもらえないですかね。これわりかし緊急なんですよね、これ本当に。助けてもらっていいですか。はい、はいはいはい。どっちの方が緊急やと思う？これはもう君でしょ。何やってんのよ。あのな、軽いノリでやってみたけど、終わって降りた後、うん、すんごい汗かいてる。びしゃびしゃやん。ガキンコロようやってたやつ。そう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 。大人がやるもんちゃうな、うん、ほんまあれギリギリやったね。多分体重があったら無理なんやろなと思うよな。あと5秒長くしてたら落ちてた。それはそれで緊急。そう、一生そうなるわな。あれは一生ですよ。まあ、あれぐらい緊急に回してほしいよな。うん。助けて。じゃあ2本目いきましょう。はい、2本目の勝負。はい、どうぞ。バン。今ちょっと緊急で動画回してるんですけど、今完全にいいのが出た感じはあるんですけど、紙がないんですよね。紙は目の前にあるんですけど、どっちにしようか迷ってるんですけど。今ちょっと緊急で動画回してるんですけど、ちょっと今定額減税っていうものについて喋ってまして、4万円でしたっけ、定額減税されるっていうんですけど、それどういう感じで定額減税になるのか、まあ、言うたら僕が対象なのかっていうのはちょっと分かんなくて、まあまあならな、どんなもんなんやろなっていうのを今ちょっと調べてたんですよね。だから分かる方いたらコメントで指摘してもらいたいんですけど、定額減税ってどういうもんなんですかね。はい、2問目。あらさ、君の緊急ちゃうで。え、緊急やろ。君の嘘やで。フルモザイク。緊急でしかなかった。フルモザイクっていうか、俺もモザイクだった。多分俺のは読んだら回ってたやんな。確かにね。緊急で読んだら回ってたやん。うん、これ難しいな。難しいな。緊急度で言うと、うん、俺の方が、あれが公衆便所やったらかなり緊急やん。そうやな。家やから、うん、最悪、拭かんでもいいやん。確かに。風呂入ればいいやん。そうそうそう。風呂行けばいい。で、いくらでも咲かせるやん。出て。あーでもなー、君の緊急じゃないもんな。めっちゃ緊急やったけどな。今緊急でごまかしてる。しっかり俺調べてたやろ。しっかり。めっちゃ余裕あったよ。動画の趣旨的にどうなんやろな。緊急で動画回してますよもんな。お明らかに嘘やもんな。いや、これはあれじゃないか、ドローじゃないか。ドローか。どっちもよ、緊急じゃないもん。確かにな。これが YouTube がやってることだよ。確かに緊急じゃないやん。確かに。
そんなの回さんでいいやん。っていうか、人が運行してる時にカメラバシャ入ってこない。わかるやろ。あかんやろ、そんなしたら。それでヒカキン炎上したんやから。公衆便所入って。確かにな。あれが公衆便所やったら君炎上してるぞ。なぜか俺の方が。神ないって読んだのに、勝手にカメラ回されて。映ってる側が炎上するっていうわけのわからん。これもアンチテーゼや、一つの。確かに。こういうのはやめとけよという話や。人の排便を押してはいかん。な、教訓めいた話になったから。ということで最後、三つ目や。はい。じゃあ三つ目、どうぞ。はい、今緊急で動画回してるんですけど、岩崎選手めっちゃ強いですよね。緊急すぎ。お前緊急ガチャン緊急やでって回したら起きてないんや人は。そうです多分。でもほんまの緊急で動画回した時はこの姿のはずや。はい。ちなみにあのガチャってあの緊急で俺入ったんやけど、はあ、あれ実はあの君のお母さんが倒れたっていう連絡が俺の携帯に。じゃあ起こして。いやだってすぐ起こして。だってな、寝てるのに。いやいやいや関係ないからな、そんな。なぜか俺の方に。いや、なんで君に来るんだよ。怖いよな、それまだ。入院してる。なんか、中耳炎やったらしい。いや、じゃあ俺に。はい、ということで、はい、緊急なんかないから。ない。これから YouTuber の言う緊急で動画回してますは嘘やって思うよっていう人は、高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。我々の動画は、まったりと見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。